ブランカとその家族、1915年航空ショーを見物するために、アスペルン飛行場を訪れたブランカの子供たちブランカで、カスティーリアでボルボンイ・ボルボンパルマは、スペインのカルリスタ多い請求者である、マドリード公、カルロス・マリアの長女。1936年に、おじさんハイメ公、アルフォンソ・カルロスが死去して、カルリスタの政党が耐えると、カルリスタの一派カルロクタビスタは、 ブランカの直系をカルリスタ王党の新たな政党に押し、彼女の末息子、カールピュースを次の多い請求者として支持した。マドリード公、カルロスマリアと、その最初の妻で、パルマ公カルロ三世の娘であるマルゲリータの間の第一子、長女として生まれた。全名は、ブランカデカスティーリアマリア・デラ・コンセプション・テレサ・フランシスカ、で、アシス・マルガリータ・フアナベアトリス・カルロー・タルイサ。 フェルナンダーデルグンダイルビラ・イルデフォンサレヒーナ・ホセファ、ミカエラ・ガブリエラ・ラファエラーデである。父が1872年に第三次カルリスタ戦争を開始した関係で、ブランカは出生したオーストリアを離れ、1875年、スペイン北端の小都市エリソンドに、父が開いた宮廷に移った。父が戦争に敗退すると、一家はパリパッシー地区に移ったが、 1881年には、カルリスタの政治活動が危険視され、フランス国外に退去させられた。これを機に両親が別居したため、ブランカとテイマイは、父の住むベネツィアの宮殿と、ビアレッチョの母の屋敷を行き来しながら育った。第三次カルリスタ戦争末期には、ブランカとスペイン王アルフォンソ12世を結婚させて、スペイン王室とカルリスタ王党を和解させる構想が、 持ち上がっていた。この構想は王の母親であるイサベル2世元女王を中心にスペイン王室内で進められていたがアルフォンソ12世本人は不承知で1876年には家族の反対を押し切って10枚のメルセデス王女との婚約を発表した。そして若い王の純愛に心を動かされたスペイン国民の応援を得て1878年に メルセデスとの結婚式を挙げた。1889年10月24日にフロースドルフ城においてオーストリア提出の分子の一つ、ハプスブルクトスカーナ家のレオポルト・ザルバトール大公と結婚した。ブランカの母のテイたちが、いずれも夫の父母の兄弟と結婚しており、二人の間には強い遠赤関係があった。レオポルト・ザルバトール大公夫妻は、 ウィーンのパレトスカーナを本邸とし、オットレオポルトが相続したビルヘルミーネンベルク城や、ブランカが母から相続したビアレッジョの屋敷を転々としながら、暮らした。1918、1919年に第一次、世界大戦の敗戦に伴って、オーストリア・ハンガリーが崩壊すると、ブランカとその家族は、皇族の身分と資産を失った。 オーストリア第一共和国の市民となった長男と次男を除いて、一家は共和国に忠誠を誓うことを拒み、出国を望んだが、旧敵国のフランスやイタリアに移ることは不可能だった。このため、ブランカは、弟のマドリード公、ハイメの多い請求運動を支持しないことを条件に、スペイン王アルフォンソ13世の許しを得て、家族を連れてバルセロナに移住し、 1922年にスペイン国籍を取得した。夫とは1931年に死別した。ブランカはオーストリア出国以前に比べると非常につましい生活を余儀なくされた。収入はビアレッジョに所有するブドウ農園から上がる時代とカタルーニャ地方のカルリスタから提供される小学の年金があるだけだった。1936年に スペイン内戦が勃発すると、ブランカは同居する3人の子供を連れて、ビーンに戻り、旧宅パレトスカーナの産室を借りて暮らした。1938年に、アンシュルスによって、オーストリアがナチス政権の死生下に入ると、ブランカは、長女と末息子を連れて、ビアレッチョの屋敷に移った。1943年以降、末息子、カールピウスが、 カルリスタ勢力の一部の支持を受けて、スペインでの多い請求運動を本格化させた。夫との間に五男五女、計10人の子女を設けた。ありがとうございます。